ミオ社への質問です。ミオったって何ですか？あああれはそうですね、うちがまだデビューして1ヶ月経っていない時のホロライブの話なんですけど、はい、うん、怖い話みたいな喋り方がそう、それはうちがデビューしてまだ 2,3 週間の時にロボコ先輩のクリスマス会にお呼ばれして難しすぎるスタジオで初めてのオフコラボをした際にですね、罰ゲームがあるなんか山手線ゲームみたいなやつをして、でその時うちはね、わさび臭がそんな大変なことになるなんて思ってなかったんですよシュークリームの中に入ってるやつな。そうですね、わさびがね、そうで、まあまあ新人だし甘んじてね罰ゲームを受けたんですけど、はい、まあそしたらですね、うちは多分シュークリームの中にわさびが入ってるってことがもう体が理解できなくてなんかすごいガチャポンが出てくるみたいな音を体から発してしまいまして本当にカポンみたいな、なんかゴポンみたいな、なんかそういう音だったよねはい、その時にまあ祭りが、まあその当時祭り先輩がね、うん、ツイッターで見よった見よったっていうのをきっかけに、うん、まあうちがゲロを吐くことを見よったというホロライブのメンバーが入った吐くと見よったっていう言葉が使われるようになってしまった。そうですね、ホロライブのゲロインなんだよな、こう見えてみよちゃん。ゲロインってなんだよ、ゲロインさ、ギャルゲとかさ、なんでもさ、なんかね、ゲロを吐くね、ヒロインのことね、ゲロインって言うんですよ、ね、不明よ不明よ、今日もうあれじゃん、ミオちゃんの二つ名みたいになっちゃうじゃん、ホロライブのゲロインって見よった懐かしい。でも最近まで見よってないけどね。いや普通になんかいつでも見よってるみたいな言い方すんじゃねえちょっと仲良くして二人とも仲いいじゃんスバルたち見よ者の者ってどこから来たんですか？え、これミコちょっと答えらんないかもしんねえ。これはね、発祥はコロネだわ。あ、そうなの？あー、でもそれっぽいね、確かに、うん、そう、コロネが他の人とは違う多分呼び名で呼び出して、ミオシャミオシャって呼び出したんだよね。それを真似して周りもミオシャって呼ぶようになったり、うん、スバルがミオシャって言い出して、それでなんかやたらシャが強調され始めたという。思い出した、コロネがね、なんかね言うときにミオシャって言ってて、スバルがおもろいなと思って使い出したんだ、うん初期ミオ社はなんでローラを目指してたんだろう。槍がそっち飛んでるな。ミオ社危ないよ今日スバル。いやでもさ、うちは初期ミオ社なんでローラを目指してたんだろうっていうお話の前に、はい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 、周りが普通だったらローラはそのままローラだったんだぞっていう話をさせてくれよ。責任転換やめろって。あまりにも周りのみんながボケ倒しててツッコミがいないから、はい、もうこれはしょうがないから、うちはツッコミキャラになるしかないって。だから泣く泣く、うん、泣く泣く断念したんだよな、うん、ローラになる道を。そう本当はローラになりたかったんだけど、うん、しょうがなくそこの立ち位置に収まったから、なんでローラ目指してたんだって言われてもしょうがねえだろ、ローラになりたかったんだから。ミオさん今だけローラでいていいよ、今だけキャロル、うちうちうちだよ。それローラ要素だったの？だっていきなりローラになれって言われたら無理だろうがよ。いやいやだとしたらでもそれでうちうちが出てきたってことは、これ結構悲しい物語で、一回ローラを諦めたんだけどやっぱり諦めきれなくて、最近になってそのうちうちが出てきちゃったってことでしょもうちょっとフリーダム宣言をしたので、去年。あ、なるほどね、うんうんうん、そう、もうね自由に行くことにしたからさ。あ、なるほど、そこでね、そう、失われしローラを取り戻していく。あ、そうそう、いいところは使っていこうといういいところってなんだ、いい、ね、ローラにいい悪いもないだろローラに失礼だろいいところを使っていこうっていうね。ローラは全部いいんだよ、ローラはずっと気になってるのですが、ミオ社の配信画面にたまにいる悪魔の鳥みたいな化け物は何なんですか？怖いです怖い、怖がられてるぞ。これ画像必要ですかね。あ、画像もらえますか？うん、こちらですね。
でかこれはですね、もともとはわたあめうさぎと一緒でホロライブ幼稚園にホロライブ幼稚園でふぶきがこんな動物いたらいいなって増やしすぎだろいっぱいいた方が楽しいかもそう、ホロライブ幼稚園でふぶきがこんな動物いたらいいなっていうテーマで書いた、はい、あの架空の、うん、あの神話生物みたいなのが、はい、悪ノリでうちのパンパン泉先生が聖書してくれて、うん、でさらにその聖書したイラストを悪ノリでホロライブの運営がライブ 2D でこうやって動かしたのをうちに送りつけてきたっていうのがここのねあのチャンネルに原因ですね。なるほどね、はい、つまりミオシャにとって何なんですか、ハトタウルスは。うちのことを常に見守ってくれて常に横でうんうんとうなずいてくれる優しき存在ですよ、うん、あ、優しき存在ですねそう、守り神みたいな。なるほどね。ちょっと、なんかソシャゲとかで出てきそう。いや思った並べとこう、守り神らしいんでね並べる、やばい圧がこれで泉パパのイラストが高すぎるんだよな。それじゃあ。